発達障害、統合失調症、強迫性障害があり、最近 PTSD の症状が特にひどいです。イライラ、感情爆発、過度の警戒心、不眠、集中困難、えー、が発症して20年になります。正直私は幸せになる資格もないと思い込んでおります。先生のご意見をくださると幸いです。と。 だからまあ病気がたくさんあるとことですよね。発達障害、統合失調症、強迫性障害と PTS d 4つの病気があって、もう感情のコントロールとかイライラとか疲れちゃってるってことなのか。で、自分の人生はうまくいかないんじゃないかというふうに思い込んでしまってるということですね。うん、ご意見をくださると幸いです。 まあ幸せになるっていうのは、決してその物質的なもので成立するわけではないので、内的な世界を充実させていくってことで幸せになる方法はたくさんありますね。でももちろん苦しいですよね、病気が重いので。っていうふうに思いますね。なんかこう人間の価値とか意味とか、そういう苦しみが持っている人たちがどういうことを考えているのかとか、なんかすごく、うん、なんて言うんだろうな、うまく言えないんですけど、 まあこういう人たちが自分の生きがいとか価値を見出せるようなものに僕らは変えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうにいつも思ってますね。で、僕の YouTube とかでまあこういう人たちがまあ XX さんみたいな人がですね発言してくれると他の人が色々元気になったりとか共感したりとかもあると思うんですよね。だから XX さんが苦しんできている。そしてそれでもなお自分の意味や価値を見出すっていうことをできるといいんじゃないかな っていいうふうには思んんでですすよねねななかうまく言えないですけど、ね、だから20年頑張っているとか苦しみながらも迷いながらも生きているそしてしかもね YouTube を見てね自分で病気を治そうとしてるっていうのはまあ素晴らしいことなんじゃないかなというふうに思いますねそういう人がいるっていうことがなんかこう多くの人の支えになるというかっていうのはありますねうんまあ幸せになっていけると思いますはいもちろん